安ゼチ局伊勢は、平安時代の女性。平時子、賢春もミン、賢礼もミンに仕えた。父は、藤原高通り。羊については、諸説あり、山と石上神社士官の娘とも伝わる。また、幕末の牧田持神は、末裔と伝える。はじめ、時子に仕え、後に徳子の時代に従った。樹英四年の壇の浦の戦いでは、 時キコラに従い受水するが、源氏に池取りにされる。千歳川のほとりの詐欺屋が腹に移住した。東鏡にはこの安ゼチ局が、安徳天皇を抱いて受水したとある。その後は停発し、千代と合し平家一門の母大を弔った。また、村人たちから慕われ、二御前と呼ばれていた。村人には火事儀祷を行っていた。その者は、 二五前神社と呼ばれ、水天宮の由来となった。晩年、平智森の次男、平知事の四男、平助中を、日五国から迎え、養子とする。現在は、千代松神社に祀られている。文禄二年に書かれた、天五前伝によれば、二になった後のある夜、夢の中で筑後川に入り、水底にある水天宮で、平家一門に会い、水なぎけのふとして、 今日に伝わる五文字の神父を受けたという。当時、筑後川、小瀬川流域には不可思議な災難が多発していたが、千代にが配布した神父の霊言によって災難は収まった。そのことから、千代には民衆から二五前と呼ばれ、慕われるようになり、118歳まで生きたという。ありがとうございます。